他にはキラキラが入ってるイースターエッグ。やったどうなってる？ダイアン、パパにかわいそうなことしちゃダメじゃない。ライアンズワールド、僕と一緒に遊ぼう。今日はみんなで自然動物園に遊びに来ています。イースターなので、ここでもエッグハンティングのイベントがあるそうよ。これが景品の数々、いろいろあるわね。ライアンはそれが欲しいの？ここがエッグハンティングの会場ね。すでに前の回が始まってるわ。ライアンは次の回に予約してるから、ここで待ってます。面白そう。次の回に出られるんだよね？そうよ、今から始まるから、ここで見てましょうね。もう少しで次の回が始まるね。楽しみでしょ？イースターエッグ、ミッキーのカゴにいっぱい集めようね。みんな準備はいいですか？それではイースターエッグハンティングを始めます。卵は1人18個分用意してますから、仲良く平等になるように集めてくださいね。じゃあ始めますよ。1、2、3、ゴー。ライアン頑張ってね。あ、落ちちゃった。3個目ね。4つ、5つ、6つ、7つ、今いくつ？10個ね。あと8個集めましょう。13。ここにもあるよ。18個。おしまい。どうしたの？どうするの？そこに持ってくのよ。みんな集まってください。見つけた。ダメよライアン、もう18個取ったでしょ。それは別の子の卵よ。卵の中にカードが入ってるんでしょ？そうよ、景品の番号が書いてあるカードね。早く見たいね。じゃあ卵を開けてみようか。何が入ってるかな。キャンディーだ。いいわね。キャンディーいらない、カードがいい。これは軽いからカードかもよ。カードよ。番号は4番。すごい、やったね。4番だから、うわー、汗が。押さえててあげるよ。蝶々の形だから飛んでっちゃうんだよ。まだカードがあるかもよ。それはどう？多分カードだよ、持ってごらん。軽いね。おー、カードだ。8。はい、すっごく嬉しい。これは違う。キャンディー。キャンディーでもいいじゃない。またキャンディーだ。他のお菓子もあるみたい。かわいい形。カードだった？キャンディーよ。そっちもキャンディーね。キャンディーでした。キャンディーが多いわね。多すぎだよ。カード出てこないね。わあ、ナンバー2。違うよ、逆さま。間違っちゃった。ナンバー5ね。カードは全部で3枚だね。すごい、3個も景品がもらえるよ。ねえ、何が入ってるかわからないミステリーバッグもあるよ。どれにしようか迷うな。どれにするか決めた？
ライアン、それはキャンディーよ。ミニカーの方がいいんじゃない？ハイツに4番の人。はいはいはい。ライアン、慌てなくても大丈夫よ。はい、あなたも4番ね。好きなのを選んで。ライアン、行っておいで。あれ、そっちのミニカーにするの？モンスタートラックにするのかと思ってた。他にもいろいろあるわよ。ほら、ミステリーバッグとかは？全部で3個もらえるんだよね。ならこれにする。今は1つだけよ。5番だから次だもん。欲しいものを選んでいいんだからね。中身が見えないミステリーバッグね。それがいいのね。ここで開けてみる？何か匂うよ。これがなんだかわかるかな？卵？わかった！中にキラキラが入ってるやつだ！ママにぶつけちゃえば？はい。パパの頭の上で割っちゃおうか。うん。じゃあパパを探しに行こう。ミステリーバッグの中身を紹介します。じゃーん、キャンディーでできた花束。ロリポップだ。他にはキラキラが入ってるイースターエッグ。どうなってる？ライアン、パパにかわいそうなことしちゃダメじゃない。あ、スタバのギフトカードが入ってた。ライアンはコーヒー飲めないから、これはパパとママにちょうだいね。パパ儲かっちゃったね。これはロリポップ？卵型のケースってかわいいよね。あ、ミニブタがいる。どうかな、普通のブタの子供かもしれないよ。そういえばそうだわ。今日はいろんなことがあった一日だったね。これから帰るけど楽しかった？ライアン、たくさんの動物と遊んじゃったね。でもカンガルーに会えなかった。カンガルーは次の時の楽しみにとっておきましょう。ここにカンガルーはいるのかな？パンフレットには書いてあった。かな？